私たちの頭の中では到底計り知ることのできない過去から私とお釈迦様、私とお前たちとは師匠と弟子との因縁があったんだよ。だからお前たちは成仏することができるんだということをおっしゃった。これを三修説法、この修とは巡らすという意味があります。おつむの出来のいい人、出っ暗いの人、悪い人、その三という意味もあれば、骨摂取、脂摂取、因縁摂取という三という意味もある。修とは巡らすという、これを三回繰り返された。そうすることによって、そうすることによってお釈迦様は全ての人々を成仏に導くことができたわけ。それがいいですか、儒学、無学、仁義本第9番目。仁義本の記事は記すという字を書きますけれども、お前たちは成仏することができるよという保証書というか証明書といいますかね、示別成仏できますよということを、これを儒学、無学、仁義本第9番目、9番目で終わるわけです。さあどうですか、これで成仏できるということをお釈迦様はおっしゃられましたけれども、よく考えてみれば、これは3000年の昔インドでのお話ですよね。私たちはお釈迦様のお説教を直接聞いていますか？聞いていませんよね。でその時にふとお釈迦様の脳裏をよぎりましたのは、今わしの話をこうして聞いているお弟子の方々は、弟子たちはこれで成仏が約束されて救い上げることができたと。しかしながらわしももう弱い70後半、間もなく入滅するであろう、私が亡くなった後はいかように人々は救われるべきであろうということが、次の発祥本第10からいよいよ問題になってくるんですでありますから、茂田井教皇という先生がおっしゃられましたけれども、法華経を分けていきますときに、本門と釈門という分け方が、後半部分を本門と言うんです。前半部分を先ほど書いた釈門と言いますけれどもね。で、あるいは序文、小衆文、仏通文、はじめにというと、そして正味の部分、そして終わりにというような、そういう分け方もあるけれども、法華経の流れ、あるいは日蓮大聖人のお考え方からすると、在世の法華経と滅後の法華経という、そういうような区分もできるであろうということです。在世というのは、これがお釈迦様がおいでになるインドの話ですね。で、お釈迦様が亡くなられてから以降のことが問題になるのが、これが滅後の法華経だと。で、在世の法華経というのが、序本第1から第1章から第9章までですよ。これはお釈迦様のお話を直接聞いておられる方々を対象になさったお話です。ところが、第10番目、第10番目なんていう星ですか？星本ですね、星本。この星本というお経、星本という教え、お釈迦様のお話、これを注意深く読んでいきますと、今までお釈迦様の口から発せられることのなかった言葉が出てくるんですね。またお話をする相手も変わってくる。序本から仁義本までは、まあ、序本はお釈迦様のお説法はありませんけれども、対合衆、お話をする相手、お話を聞いている方々は二条と言われる人だ。シャリホスとかモグレね、そういう方々を対象にお釈迦様はお説教されていたんだけれども、この法師本第10番目の冒頭をよく見ると、お話をする相手が変わっている。仁寺聖尊陰闇王菩薩、話をする相手が今までは
を説く人だったのか、今度は菩薩と言われる人を相手にお釈迦様がお説教を始められる。そしてさらには仏滅後、仏とは仏ですね、仏滅後、如来の滅後、我が滅後という、この滅後あるいは滅土という言葉が頻繁にお釈迦様の口から出てくるようになるんですね。さあ、それは一体何を意味するのか。先ほども言いましたように、この中学無学人気本第9番目までで、全ての人をお釈迦様は成仏に導くことができた。私が亡くなってから以降の人はいかように救われるべきであろう、いかように救うべきであろうということが、この星本第10番目から問題になる。だから仏滅後、我が滅後という言葉が頻繁に出てくる、頻繁に出てくる。この教えを、わしはもう80で亡くなるよ、この教えをわしに、私になり変わって広めてくれる人はいませんかということが星本から問題になってくるんですね。星本からそういうことがずっと問題になってくる。滅後ということが星本大乗から展開してくるんです。そういう法華経の読み方をしていかないとね、ただ本内一、法弁本内二、行本内三、保守本内十って読んでたんでね、お釈迦様の主張分かりませんよ。いいですか。お釈迦様は私たちに分かっていただこうと思って教えを説かれたわけですよ。お話をなさったわけですよ。私も今日お話ししているのは皆さんに分かっていただきたいから話をしているわけです。分かってもらう間のええことをね、私も話しません。お釈迦様も分かっていただこうと思ってお話をなされるわけだから、それを自らが、いや、その難しいこと分からんでええねんってシャッターを下ろすようでは、もはや仏様のお弟子ではありません。お釈迦様のお言葉というものをね、しっかりと聞く人、ところが今日お集まりの方の半数近くは在家の方ですね、ご信者の方ですよ。だからご信者の方々はなかなか専門的にそれを理解することが難しい、勉強することが難しい。それを代わってするのがお坊さんの役目なんです。以前にも私、奥の院出身学でご説教いたしましたけれどもね、仏法僧の三宝って言いますでしょ。仏の宝、法の宝、お坊さんの宝。まあ、仏の宝はよしとします。で、法の宝というのは仏様の教えです。それも宝で、3番目ですよ、お坊さんの宝、お坊さんの宝だって。見えないよね。なんで、じゃあ聖徳太子がお定めになられた十七条憲法の中にもありますよね、仏法僧の三宝、これを熱く敬い、敬ってくれる。それ無理やわよとおっしゃるね、みんな正直で結構でございます。なんでお坊さんが宝なんでしょうね。日蓮大聖人がおっしゃった、たとえ仏法、仏の宝、法の宝、これがあったとしても、お坊さんがそれを習い、勉強して伝えなければ、末法までは伝わりませんよ。未来永劫伝わるわけではありませんよ。仏の教えについて学び、それを伝えるから、お坊さんは宝だ。それを習わない、広めようとしない、お話ししようとしない人は、もはや宝ではないということ。どうでもいいような話をしてね、倫理道徳の話をして、だから法華経はありがたいんだとかね、だからお題目ですよ、そんなお説教は日蓮大聖に進めておられませんよ。一生懸命お題目を唱えたらね、病気が治りました、お念仏に書いてお説教してごらん、生身であると唱えたら病気が治った、通用するじゃない。もちろんお題目を唱えて病気が治るということも、これあろう、ありましょう。無病息災、心肺健全、歴史の上で法華経を一番信仰なさった方はどなたですか。日蓮大聖人において他にいないでしょう。その日蓮大聖人のご生涯やいかにと私は問いかけたい。
過ごされた。衣は薄く、時期は耐えたりとおっしゃった。毎朝身延さんの書類を読むでしょ。その状況を思い浮かべてください。あれほど法華経を信じなさった日蓮大聖人のご生涯が無病息災、無病息災、身体健全ありましたでしょ。かなり安全でありました。違うでしょ。そこに法華経の信心、安心を求めておったんでは、日蓮大聖人からどんどん離れてしまう。もちろん私は身体健全を願うのが悪い、かなり安全を願うのが悪いと言ってるじゃないですか。それとおね、ね、あのお題目と結びつけてしまったら、それをお念仏に変えようが、神話に変えようが、アーメンに変えようが、アッラーに変えようが、一緒ですよ。そこなんですよ。倫理道徳のお話をしてね、それこそ、あの薬師寺の高田光院という方が以前おっしゃった、今はね、物で栄えて、心で滅びる時代だ。こういう時代にはね、というご説教を始められた。で、そういうお話をしてね、こういう時代には法華経でなきゃならんよ。なんとなく耳障りいいでしょ。でもね、こういう時代にはね、南無大師返上本郷でなきゃ誰だよ、通用するでしょ。どうですか。そうであっちゃならんということです。ね。だから、なぜ法華経でなければならないのか。なぜお題目でなければならないのか、なぜ日蓮大聖人でなければならないのか、これ私は今お坊さん方にね、お坊さんを目指している方々とお話ししてるんだけれども、それをお話ししないとダメですよ。ダメですよ。いや、そんなことを言ってもね、いや難しいから一般の人はわからないでしょという方がおいでになるけれども、一般の人がわからないならお前が勉強してわかるように説明してやれ。私はこう言いたい。で、あちこちでそういうことを言うもんだから、大坊さんに嫌われる。寝てる。寝てると起こすな。ね、寝てると起こすなということを言われてしまうんですよ。世間に喜ばれることを、まず第一に考えたときに、お坊さんはつまずきます。世間のことを一番考えてくださった方は、どうなんですか。お釈迦様でしょ。それも如来寿老本第16というところに明かされた永遠の命を持つ仏様、お釈迦様が、私たちは不本の本物という言葉を用いますけれどもね、過去現在未来という永遠の時間、この一円菩提を見ておられるわけです。そしてその中の資料、お知らせの末文に何て書いてありますか。末文に毎時さあぜねイーガー領収上、特入無上と即上重骨し、何回読んでこられた。100回、1000回どころの騒ぎじゃないでしょ。何て書いてあるか。常に自らこの思いをなす、この念をなす、何をもってか主上して無上道に速やかに仏心を成就することを得てしめる。常にですよ。時々じゃない。あ、今日日曜日やしお休み、そんなん違いますよ。常にですから。しかも自ら、ちょっとお釈迦様お願いします、あと出来の悪い子いますね、頼まれたわけだから、常に自らだ。この思いをなす、どういう思いですか。どうにかしてこの出来の悪い連中を、私はぼちぼちじゃないですよ、ぼちぼちじゃない、ね、ゆっくりと、だんだんじゃないです、速やかにだ、すぐにというんです、すぐにお前たちを救ってやりたい、常にそれを考えているんだとお釈迦様がおっしゃっておられるわけ。その言葉に応えていくのが私たちの仕事です。ということは、お釈迦様の教えを伝えていくということが、私たちに与えられた、お坊さんに与えられた、それこそご信者の皆様からもそうですよ。世間に認められることを第一義に考えたときにつまずきます。皆さん、四教南寺って読むでしょ。四教南寺、若山寺、社、家族、官儀、諸仏、薬年。それをどういう思いで読みますか。お題目が唱え終わって、司教何時、もうすぐ終わりや。そんな気持ちで言うてたらダメですよ。今日の勤め長かったな、司教何時、あと何分で終わる。そんな気持ちで言うてたらダメ。なんて書いてありますか。この経は保ち方しって書いてある。保ち方よしを、もししばらくを保つものは、その次ですよ。家族管理、我すなわち管理する。我って誰ですか。お釈迦様でしょ。お釈迦様がお喜びください。
人からもてはやされること、喜ばれることをまず第一に考えたときにつまずきます。お釈迦様がお喜びくださることをまず考えるべきであります。家族、官儀、我すなわち官儀という世界を目指すべきであります。そうすれば、必ず悲しみから世間から嫌われるんです。嫌がられるんです。なんとなればそれは、お釈迦様の価値観と世間の価値観が全く違うからなんです。それを百も千も万も承知であった方が日蓮大聖人です。まあ、話があちこちで申し訳ございませんが、日蓮大聖人も大いに悩まれたんですよ。悩む。御年12歳で清澄のお山にお登りになられた。今の千葉県のね。12歳で清澄のお山にお登りになられて、16歳でご出家遊ばされた。立教会衆の年はおいくつですか？32歳ですね。32歳。御年12歳から32歳まで20年間にわたりまして、お釈迦様の教えの本心は一体どこにあるんだろうかということを研鑽なされた。そしてなるほど、お釈迦様が本当にお話ししたかった内容というものは、これは法華経にあるんだということを日蓮大聖人は理解してられた。しかしながら、お経を読んでみると、この教えを広めるものは世間一般から罵られると書いてある。アックメリット。悪口を言われて罵られる。アックメリット。これは何とかわしは耐えることができる。登場画者。刀や杖を持って撃たれる、切られる、石を投げつけられると書いてある。これも何とか耐えること。そしてさらには、サクサク、ケン、ヒン、ズイ、オン、リー、オー、トー、しばしば、ところを追われる、家を、お住まいを追い出されると書いてある。これも、なんとか耐える。日蓮大聖人悩まない。このことを、法華経は正しいよ、お題目でなきゃならんよ、このことを、一言でも申し出すならば、父母、兄弟、師匠の難が襲いかかってくる。言わないとしたならば、今生は春の穏やかな海のごとく春風大光の生活を送ることができよう。できよう。しかしながら、自分が亡くなって娑婆を去ってから、霊山浄土に戻たときに、仏の官業のあり方し、仏様からお咎めをもらう、お叱りを受ける。なんでお前は言わなかったんだ。法華経が正しいと分かっておって、お前は何で言わないんだ。身体ここに極まれりとおっしゃった。言うべきか言わざるべきか、日蓮大聖人はさぞ親並みになられた。ところが、日蓮大聖人はこの度、道場の菩提心を起こして大天世事と願心。道場の菩提心、道場の情というのはね、情けという字じゃないです。盛んという字、強く盛んな菩提心を起こした。なぜ強く盛んな菩提心を起こしたの？教えを広めることによって数多くの難が、ね、その難にめげないためにも道場の菩提心を起こしたからです。もし途中で数多くの難があって途中でしろ、あのやっぱり無理だな、やめてしまう、もうもしここで退転しまう、途中で退転してしまうというのであれば言うのをやめよう、もう自分はどんなことがあっても退転しないぞという誓いをお立てになられて法華経をお広めになられたわけです。そういう誓いがあったわけです、ね、そこに私たちが目を向けていきませんとね、変に家内安全とか身体健全とかお祈願を、ね、お願いしているだけではダメですよ。はじめにも言いましたけれどもね、私たちの身体健全が良くて薬剤さんの身体健全はダメなんです。私たちの商売繁盛が良くて、ね、ペテン師の商売繁盛はダメなんです。現況の法律から言えばそんな詐欺師はダメってなるけれども、お釈迦様の目から見れば、お釈迦様の価値観から見れば同じですよ。同じ。ただ、
教えを広めるためには、学ぶためには身体健全も必要でありましょう。家内安全も必要でありましょう。しかしながら教えを学ぼうという意思があれば、願わずともそれが実現できるというのが、これが法華経の真実で、話がちょっと面白い、その世間に云々という話になりますけれどもね、この後に安楽経本という教えが、これが第14番目、安楽経本、これはこの世に教えを広めるときに何に合わないためにはどういう広め方がありましょうかということに対して、お釈迦様がお説きになられた時からなんですね。でそれは日蓮大聖人がおっしゃるのには、それは末法、今の時代には合わない、すでに昔の教えだから安楽行本の教えは用いるべきではないですよというのが日蓮大聖人の考え方なんです。それは天台大師であるとか伝行大師であるとか日蓮大聖人の先輩方が活躍せられた時代は、安楽行本という手本にのっとって法華経を広めばいいとおっしゃるんです。その安楽行本を見れば、法華経を広める人の姿を見るときに、あたかも献上を慕うがごとしだ、賢い人、献上を慕うがごとしだ。ところが日蓮大聖人が法華経を広めるにあたって、法華経を広めるにあたって手本となされたのは第20番目の教え、第20番目の教えは常不軽、これ二語じゃダメですよ、行じゃダメですよ、常不軽菩薩、常に相手を敬う菩薩のお話が説かれているのが、それが常不軽菩薩ですけれども、日蓮大聖人は法華経を広めるときには、末法において、法華経を広めるときにはその常不軽菩薩本をお手本にして法華経を広めなさいということをおっしゃっています。その常不軽菩薩本を見ると、この無知の行くいずれのところより鍛えれるか、何時が小毛の時期を用いじ、これだけ言ったら何のことか分かりませんね。お前らな、脳なしのくせに何をわけのわからんこと言ってるんだ、お前の話は嘘だろ、こう罵られるから。今末法と言われる時代に法華経を広めれば必ずそう罵られるから。日蓮大聖人がまさにそうであったわけでありますから、私たちが法華経のお話をして、日蓮大聖人のお話をして、ああ立派なお坊さんだなと思われたとしたならば、ちょっと気をつけた方がいいかなと思うぐらいの気持ちがいいです。法華経の話をすれば、お題目の話を、日蓮大聖人の話を真剣にすれば、必ずお前何を言ってるんだ、バカなこと言うな、大体お前どこの間の目かわからん人間だと、こう罵られてたんです。日蓮大聖人はまさにそうであったんです。ところが世間の人からね、慕われることがなかろうとも、日蓮大聖人は我すなわち歓喜すという家族歓喜という世界を目指されたんですよ。そう考えていかないと、私たちはどん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 道を踏み誤ってしまいます。気をつけていただきたいと思います。でもう時間がだんだんなくなってきましたけれども、でこの発起本、発起本からこの滅亡の問題ということが出てきまして、法灯本法灯本第11番目に来たりまして、多宝灯という塔が出てくるんですね。そしてお釈迦様がその中に、まあ、お会いになるんだけれども、法灯が予言してきましたよ。で皆さん絵光文やね、あの勘定文の中に照明を掘って多宝狙いということを言うでしょ、言わない、こういう時は言わないって言っとった方がうるさくかなと思ってね、言ってくせるやらしいな。照明、これは証明しますよということです。この報道は証明するか、何を証明したと思いますか。多宝さんは何を証明してくださったか、絵光文で言うでしょ、何の証明を掘って多宝狙い、何を証明してくださった、
何を証明してくれる？受けては本当に正確。うん、それやったら先生今のは50点ぐらいでしょうかね。聞こえなかった。あ、よかったです。で、このね、証明、それもいいよ。いいけれども、今まで解いてきた三種の説法、序本から、まあ方便本からしましょう。方便本から第2から第9番目のお話は全て正しいですよということを証明したんですよ。だから証明を。そしてさらにはこれ証明とかこれ証前とか言いましょう。証前詐欺というのは方便本から倫理本まで詐欺を証明して、そして記号後を起こす。後とは何か、法華経の本文の世界、十字四十本から以降の話を起こすとか。で、法堂本でお釈迦様が見たり、3回にわたって私が亡くなった後にこの教えを広めてくれる人はおいでにならんかということをお釈迦様は聞かれた、募られた。もう時間がないから書きませんけれどもね、高等本で3回わしになりかわってこの教えを広めてくれる人はいないか。その一番最後がこの今日は保ち方しという主張なんですよ、ね、お釈迦様が三度にわたって私が亡き後にこの教えを広めてくれる人はいないかということを言うんだけれども、なかなか1万2000人おいでになられたお弟子の方々は手を挙げることができない。なんとなればそれはこの骨子本あるいは報道本の中でこの教えを広めるにあたっては数多くの嫌がらせがありますよ。もしかしたら命に及ぶ危険があるかも分かりませんよ。だけれどもね、私はお前たちを必ずこの衣で覆って守ってやるよ、こうおっしゃるんだけれども、なかなかお弟子の方々は手を挙げることができない。で、お釈迦様はこれではちょっといかんな、脅かしすぎたかなということで、次に弟の次は何ですか？大和だった本をお解きになられて、いいかい、この教えにはね、素晴らしい功徳があるよ。今まで成仏することができないと言われておった悪人、悪の代表、大和だったですら成仏することができる。また女性は成仏できないと言われておったけれども、女性、しかも8歳の畜生、牛女、こういう人も成仏することができるんです。言い方悪い、表現悪いけれども、馬の鼻先に人参をぶら下げたんです。この教えはね、広めること難しいけれども、広めることによってこういうような甚大な功徳があるんだよ。都合お釈迦様が報道本で見たり、これを三家の直線と言いますけれどもね、お釈迦様のことは三回広めてくれと募られた。そして大和だった本で2回合わせて5回にはもう専門用語を避けますけれども、5回にわたってお釈迦様はこの教えを広めてくれる方はおいでにならんかということをお勧めになられた、募られた。で、報道本が市長何時、これ一番最後になりましょう、保つこと固い教えですよと、難しい教えですよ、市長何時で、この間に大和だった本があって、次は何時教えた、第13番目は漢字本、はい、ご覧ください。保つことが固い、保つこと難しい教えであるがゆえに、第13番目、保つことをぜひにお勧めいたしますとおっしゃるんですよ。何時が次、漢字に変わってくるんですよ。保つこと固い教え、難しい教えを何とか保ってくださいよ、保つことをお勧めいたしますよ、漢字本を。で、お釈迦様のお説教
そして半寿さん、浜さんですね、浜さん方が手をお上げになられまして、私はこの教えを教主釈尊お師匠様に代わって広めさせていただきたい、ところがお釈迦様のお願いは、私が亡くなった後に、亡くなった後でも悪世、末法と言われる時です。悪世においてシャバ国土においてこの法華経を広めてくれというのがお釈迦様の願いです。よく覚えててください。悪世、つまりは末法というこの時代ですね、シャバ国土において広めてくれというのがお釈迦様の願いなんです。ところがこの漢字本の冒頭で、私が広めさせていただきましょうと手を挙げたまだ修行の浅いお弟子の方々、海女さん方は、お師匠様のお話を聞いておりますれば、悪世末法と言われる時代、シャバ国土と言われる時代には、人々の心は乱れつたんでね、とてつもない法な迫害があると、ただいま受けたわりました。でありますから、私たちは他の国土、異の国土において広めさせていただきたいという誓いがある。どう思いますか。例えば私がね、今日この美濃山大学でお話ちょっとしてちょうだいよと三輪先生から頼まれた、ね、まあ、別に私が5回頼まれたわけじゃないけどもね、頼まれた。そしたら、まあ美濃山大学でお話するのもちょっと難儀でね、しんどいですから、よその学校でお話ししますと言うてると思うんです。皆さんがね、お子さんやお孫さんにね、ちょっとした方お使い行ってきてと、あそこのね、あの肉屋さん行ってお肉買ってきてと、あお母さん分かりましたと。でもね、あの肉屋行くときにはね、ワン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 吠える犬がおんねんと、で、このままビュン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 通って、怖いから、隣の八百屋に行って人参買ってきますって言ってるようになりました。分かります言ってる。お釈迦様は、悪世末法と言われるときに、このシャバ国土で教えを広めてくれとお願いされてる。にもかかわらず、修行の浅いお弟子の方々、海女さんたちは、いや、お釈迦様、そういうところは私たちは大変でございますから、よそでこの教えを広めさせていただきたい。だからお釈迦様はそういう誓いの言葉を無視なされますよ。無視なされます。そして、今度はね、漢字本という教えを読んでいきますと、80万石なゆたの菩薩を見そなわすとか、80万石なゆたというのは大勢の数というんです。80万石という数、その菩薩を見そなわす、ちらっとご覧になられたというんです。お前たちそろそろ腹くくりなさいよ、こういう意味ですかね。見そなわす、私が今5回にわたって頼んだじゃないか、そろそろお前たち腹くくったらどうだいというような感じです。80万石なゆたの菩薩を見そなわす。そうしましたところ、お弟子の方々はね、あ、今お師匠様が私たちの方をご覧くださった。これはそろそろ自分たちの覚悟を決めて、分かりましたお師匠様、この教えを広めさせていただきますという誓いを立てねばならないなということで、大勢のその80万の成田と言われる数の菩薩の方々が誓いの言葉を述べられるのが有名な漢字本の20行の下文と言われる。20行下文と言われる。そこで世尊ただ願わくば裏思いしたもうべからず、お師匠様とそんな憂いを感じていただかなくても結構で、私たちがこの命を賭して世尊になり変わりまして教えを広めさせていただきましょうという誓いを立てるのが、これが漢字本です。願愛神妙短尺無浄土とありましょう。ガウライ神明を食べる、命を惜しまさせていただきましょう。ところがね、お師匠様、私は何も思い上がってこういう誓いを立てたのではございません。お師匠様の力に促されて私たちはこの誓いを述べさせていただいたんでありますよという言葉があるということもね、注目していただきたい。さあ、どうですか。お釈迦様が冒頭本から、ね、大和田頭本にかけて5回にもわたってですよ、5回にもわたって法華経を広めてくれんかお願いなさった。で、漢字本という舞台で大勢の菩薩の方々がそれを
識に残る誓いの言葉です。我が命を落としてこの教えを広めさせていただこう。そうなった時にどうですか。ドラマ仕立てであったとしたならば、師匠と弟子が手を握り合い、それこそね、抱き合いながら、そうだよ、ようやく誓いを立ててくれたか、ありがとう、これでわしも何も思い残すことなく茶葉を立つことができる、あとは任せたよ、めでたしめでたしって終わるのがこれがドラマでありましょう。ところが、まあ、この間に安楽行本第14というのを挟みますけれども、10時20分第15の冒頭で誓いをお立てになられたお弟子の方々に任せるかと思いきや、お釈迦様は一言でそれを制しなさい。闇根善男子とおっしゃっちゃった。これどう思いますかね。こんな馬鹿げた話あっていいもんでしょうかね。どう思いますか。おさらいしますよ。お釈迦様はもうすぐ釈迦を出す、亡くなる、私に成り代わってこの教えを広めてくれる方がいないか、都合を5回にわたってお願いしたわけですよ。なんとか頼むよと、なんとかしてくれんかい。5回頼まれた。ようやく誓いを立てたお弟子に対して、お釈迦様は二でもなくおよしなさいと日蓮大聖人におっしゃった。一仏二言水火のごとし、一人の仏様から出た言葉とは思えない。片方ではお願いします、片方ではね、やめときなさい、まるで水と人の違いがあるではないかということをおっしゃった。闇根善男子、およしなさい。なんとなれば、私にはおのずから六万豪華者の数に過ぎたる菩薩摩訶薩あり、お前たちに頼まんでも、お前たちに頼まんでも、私にはもともとのお弟子がいるんだよという言葉が終わるか終わらんかの同時に、地面が揺れて大勢の菩薩の方々が地の底から登場したという。だから十字地よりということです。十字湯術湧き入れてきた菩薩お弟子の方が説かれているのが、それが十字湯術本第十五だ。お前たちに任せんでも、今地の底から湧き入れてきた菩薩にお弟子に私は任せる用意があるんだということで物語が展開しています。で、先ほど釈門の中でよく考えなければいけないのは、正直者方便を捨てるという字だということを言いましたね。この正直者方便の者という字で、今まで数多く解いて来られた教えを整備なさるんです。この社、社という字で全ての教え、今まで説いてこられた教えを整理なさった、整理なさった。で、今度はこの十字有力法、これは第15番目ですが、後半ですよ。後半注意しなければいけないのはこの止めるという闇根という字です。およしなさいという字です。この字を持って人を整理なさった。この教えを広める人は一体誰かということを整理なさった。つまりは釈門の前半部分で法、教えの統一をなさった。そして闇根善男子というこの死の一字を持って人の統一、人を統一なさった。人を統一したとは一体どういうことか。この教えを広むべき人に当たる人は一体誰なのかということを表したのが、このやめるというおよしなさいという字なんです。およしなさいと言われる人に属するのが、歴史の上では法然上人、親鸞上人、道元禅師、永斎禅師。あなたたちは仏の教えを広めようという心がけがあるから、だから禅という字がついてる。だけれども、およしなさい。この一言をもって、すべて成敗なさった。お経を読むときに、お
古典法の中ではこの佐渡有事、そして後半部分の本文では樹樹有効の死という、そこに思いを馳せて読みますと、お釈迦様の主張というものがより一層明確に分かってくると思います。でチャイムが鳴りましたので終わらなければなりませんけれども、まだまだこれは本当の序の口の序の口の序の口で、さらには端折って端折ってお話を申し上げましたが、チャイムが鳴りましたので、これで終わらさせていただきますが、非常に雑把でですね、まだまだ話足りないところではありますが、与えられた時間が来ましたので、これでお話をさせていただきますが、足りなかったところ、あるいは、まだお話し損じているところはですね、三輪先生が言うと、皆さんに答えちゃいました。三輪先生が、あと私の言い足りなかったところ、及ばずのところは、こうして私のお話を聞いていただきまして、誠にありがたく感謝を申し上げる次第でございます。時間が過ぎてしまいましたけれども、一言皆様方にお話申し上げたいのはですね、ご病床にお参りになる、あるいはご草庵にお参りになるときにですね、日蓮大聖のご病床だ、ご草庵だとか、そういうお参りの仕方はぜひやめていただきたい。と言いますのも、このご草庵跡にお参りしましたときにですね、杉が立っておりますですね。でもちろん地面には砂利がある。その杉を見るときにですね、大聖人ご在世当時にもその杉はあったと思う。大聖人がその杉に触れられたと私は思う。この砂利も大聖人が踏まれた砂利だと思う。そうしたときにお参りするご草庵跡というものがね、全然趣が違うと思うんですね。だからその杉に触れるとね、私は大聖人の声が聞こえてくるような気がする。この砂利を見るときに大聖人が生まれたのかなってこう思うときがある。大聖人のお手紙の中に、この身の部の親は吹く風も流れる水の音までも妙法の文字を唱えるということなし、あ、大聖人がそう感じられたらそんなんじゃダメですよ。皆さんがご草庵跡にお参りしたときに、その妙法文字が聞こえる、日蓮大聖人の声が聞こえると、そういう気持ちを持ってご草庵跡にお参りいただきたい、ご病床にお参りいただきたい、そう思うときに、大聖人のご妙案を拝読するとき、法華経のご門を見るときにですね、ご舎利弁ということを言いましたけれども、自分に語りかけてくださっている言葉だということがわずかではあるけれども感じられることができるのではないかなと、そのことをお願い申し上げまして、本日のお話を聞かせていただきます。本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。高取りはございますが御礼申し上げます。ではお題目を一唱いたしましてお別れします。南無妙